はい、どうも、こみです。さて、本日は、つむぎ組さんからですね、動画をお届けしていきたいというふうに思っております。つむぎ組さんということはですね、タウンホール12の動画を見ていきたいというふうに思っているんですけども、まあ、12、13ぐらいですかね、いつもね、つむぎ組さんからたまに11も、やってますけども、やっぱりね、タウンホール14が出たことによって、11を少しね、やる頻度が減ってしまったかなという感はありますが、まあ、しばらくは、12メインでつむぎ、組さんからはですね、お届けしていこうかなというふうに思っております。で、この、チャンネルですね、基本的にフラン対戦の、解説動画やっております。12から14までこう幅広くですね、扱っておりますので、まあ、たまに11も含めてですね、ぜひ、フラン対戦ちょっとね、うまくいかないなとかいう悩みを持っている方、いらっしゃいましたら、ぜひ、ご覧いただければなというふうに思います。で、最後までご覧いただきまして、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。で、結構、ダダダッと喋ってきましたけども、まあ、いつものことですね。僕がゆっくり喋ることもあんまないですよね。生まれつき早口なんですよ。本当に。多分ね、うちの母親も早口だから、そのせいかな、なんて言ったらお母さんに怒られちゃうかな。さて、ですね、今日見ていきたいのは、ネクロマンサーラッシュ系の動画ですね。で、龍騎さん流の、スパジャイネクロを見ていこうというふうに思います。で、当然、龍騎さんのアタックをもう4つゴリッと見てもらいたいと思ってるんで、全部同じ編成なんですね。で、まず編成軽く見ていきますとね、これ、まあ、特徴的ですね。スーパージャイアント、ネクロマンサー、あとスーパーアーチャーが2体という形で入ってます。で、ライトニングクエイク、これですね。28で入っている。で、これをどう使っていくかというと、マルチインフェルノを、ライトニングプラスクエイク41でですね、潰していくわけなんですね。で、このアタック、基本的にはそれをやってから、スパジャイ、ネクロ、スーパーアーチャー全部ドバーッと出して、ウッドランチャーを先行させながら、攻めていくっていう形になっていくので、何をこの動画で見てほしいかっていうと、どのインフェルノタワーをライトニングクエイクで落とすのか、これがまず丸1番ですね。丸2番はその後、どの面からバジャイネクロ出していくのか、ここをちょっと考えながら見てもらえるとですね、結構、面白く見てもらえるんじゃないかと思います。早速行きましたね。ライトニングを落とす寸前に止めてたみたいで、ここを落としていくんですね。で、なんとですよ、このライトニングの呪文って、まあ、クロスボウと、あと、インフェルノをまとめてこう落とすとかだったらわかるんですよ。ですけど、ほぼほぼライトニングの呪文が壊してるのって、インフェルノタワーレベルの、その施設の量的な破壊的には、破壊量的にはそれぐらいなんですよね。だけど、で、その上でこの上側からこう攻めていくわけですよね。で、この後何が起こるかってことなんですけど、ユニットが一旦全部中央に集まってから、こっからこう分かれるんですね。ウィーウィーウィーとこういう風に。なので、ですね、3分割、ユニットをさせるときに、一旦この中心に集めるっていうことをまずしているわけです、龍騎さん。で、それができるための、面選びをしている。それをやった場合に邪魔になってくるのは、おそらくこのマルチインフェルノですね。延々と壁の中からこう、外にいるネクロマンサーだったりスケルトもこう打ってきちゃうんで、こうなってきちゃうとちょっとややこしいわけですね。だから、先にマルチインフェルノを、ライトニングで壊しておいて、その後、3方向にこうユニットを、ダダダッとですね、こう、ああ、ごめんなさい。なんかうまくいかないですね、最近ね。ダダダッとこうね、散らせていって、で、最終的には中央部に入ってユニットは、まあ全部いなくなってしまうんですが、タウンホールさえ落としてくれたら、あとは、外周部から来たユニットたちで、仕上げるという形にしているという形、ことですね。で、まあ今のその話の順番的に面を選んでからライトニングを使ったみたいな言い方をしましたけど、多分、龍騎さん逆だと思うんですね。ライトニングを使って、まずマルチインフェルノを折った場合に、どの面から入れるかなっていう順番でおそらく考えてるんじゃないかなというふうに思います。で、その面を、あとは実行に移すだけということですね。今回のケースで言えばやっぱり、ライトニングで壊すとしたら、まあ、シングルインフェルノはあんま美味しくないんでマルチでしょうねと。で、マルチで壊した場合に、こっちから攻めていく。でも、うまく3分割しないよね、ユニットがっていう。で、こういう風にしにくいよね、ってこと。で、じゃあ上から攻めていくんだったら、ここに集まったユニットっていうのが、3方向にこう逸れていくんで、じゃあ、両脇から出して一旦中心に集めて、それから3方向に分けるっていうプランを描けば、マルチインフェルノのところがうまいこと空白になってるんで、3部隊がみんな、6時方面に集結するんじゃないのっていう、感じにしたんだと思うんですね。なんか、人の顔みたいになったな。この絵、ちょっと、ムンクの叫びみたいな感じになっちゃった。なんか、偶然の産物ですね。ちょっと面白かったですね。はい。
ということでですね、はい、やってたんじゃないかと思います。で、まあ、こんな形でもう2本ですね見ていきながら、3本目は失敗してしまうパターンはどういうことなのかっていうところもね、ちょっと見ていこうというふうに思います。で、2つ目いきましょう。リュウキングさんですね。いやー素晴らしい。で、これはねちょっと難しいですよ。まずどこライトニング打つと思います？これライトニング打つ場所っていうのが来ないな言っちゃおうかな。ですね、打つ場所がここなんですね。はい、クロスボウとマルチインフェルノをしっかりライトニングでまとめて、こうダメージを与えていく、壊していける、そういう場所を選んで打っていってるってことなんですね。で、そうした後にじゃあどっから2投出すのってことなんですよ。タウンホールをやっぱりちゃんと、なんていうのかな、中心にして、ユニットを出していきたいっていうことになってくるんで、なんて言えばいいのかな、こういう面で言えば出してますよね。ウッドランチャーがこう進んでいったら、まあ、こんな風にユニットが進行していくっていう形ですね。描くわけですね。で、これをもしも別の面にしちゃったらどうかっていうと、例えば、こちらの面から出した場合、ウッドランチャーがタウンホールについたら壊れちゃうんで、こっちの壁を壊してくれないんですよね。だからあんま美味しくない。なるべくタウンホールの遠く側から出していきたいっていう、まず意図があったっていうのが一つ目ですね。で、こっちとかから出しちゃったらどうなのって話で、こういう風にですね。そうすると、ウッドランチャーが、こういう風に進行していくので、ユニットは、こうベクトルは多分ね、こういう風に行くんですね。そうすると、こっち側が手薄になっちゃうわけですよ。こっちに行くユニットが少なくなっちゃうんですね。意味わかりますかね？基本的にウッドランチャーに先行されるようにしてユニットを流していくっていう形が、自然と出来上がるので、おそらくこの3次側に行くユニットが少なくなっちゃって、で、3次側が破壊しきれずに全開取れないっていう偏りが生まれちゃう。っていうことをおそらく懸念したんじゃないかなって思います。多分ですね。これご本人に聞かないとやっぱわからないので、推測の域を出ない人じゃないんですけども。ただ、この3次側からね、こういう風に広めに出していけば、こちら側に出したユニットっていうのは当然、6時から9時に向けて抜けていくという感じですね。こういう風に。で、3次側から2時方面ですね、出したユニットっていうのは、ここですね。ちょっとだけ、この部分、少量出したユニットが、もう火力がほとんど残っていない12時側、こっち方面をやっつけてくれると。で、残ったこの辺にいる部隊ですね、ここにいる部隊っていうのは、ウッドランチャーと一緒になって壁の中をしっかり通ってですね、壁から出ないように、歩いていくことによって、しっかりタウンホールの方に向かっていくっていうのは、おそらくそんな風な絵を描いたんじゃないかなというふうに思うというところですね。で、ですね、ちょっと見てほしいのは、ちょっとまたこれ一回止めたいけど行っちゃったな、これ。ですね、これ今いましたね。スーパーチャー最後まで生きてるんですね。これがまたすごいんですよ。スーパーチャー2体入っているのが全然やられないんですね。いつまで経っても。ネクロマンサーとスケルトンが完全に解き切ってから次にスーパーチャーっていう順番。立ち位置的にスーパーチャー一番後ろにいるんで、ネクロマンサーよりも後ろにいるんですよね。そうすると、こいつらが2体入っていることによって、結構壁の中のユニ、施設とかをこう殴ってくれるんですよ。で、それがね、顕著に見られるのが、この4番目のアタック、これ3番目のアタックなんで、4番目のアタック。すごいそれが顕著に出てるんで、ちょっとね、ぜひそこも注目してもらいながら、アタック全体見てほしいと思うんですが、まずは、ライトニングをどこに打つか。これはイージーですね。この村は非常にイージーに、ライトニングを打つ場所がわかる。まあ、この村をこの戦術で攻めようっていう風に考えられる時点、まあ、そこまで立つことができれば、あとは、どこにライトニング打つかを考えるのはイージーってことですよ。だから、ゼロから、村を探しながらね、これにこの戦術はめようっていうところを、こう、ミートさせるっていう部分に関しては、全然イージーじゃないと思います。結構ね、ここはこの戦術を使い込んでる龍騎さんだからこそ見えるルートだったり、絵があるんだと思うんですよね。で、ここをやっぱりですね、壊していくんですね。で、さっきと同じタウンホールの、フォーク側、こっち側からウッドランチャーを入れていくので、出すユニットの形っていうのは、こういう風に V 字型を描いていって、ベクトルはその中央に向く、その中央のベクトルの中央に、ウッドランチャーを出していくってことですね。だから基本的にこの、物理とかやってる人はね、結構多分わかるんじゃないけど、ベクトルの話、その中央に向くっていう感じですね。さっきの話もそうですけど、こう出した場合っていうのは、こういう風に、主力が流れていくわけですね。その形を利用して、龍騎さんはですね、ウッドランチャーと、ネクロマンサーの、その出し方っていうのをこう調整したんだと思うんですね。意図してか意図しないでかちょっとわかんないですけども、こう、いろんな方のね、江戸場出し系の戦術を見ていると、このベクトルの、その、なんていうのかな、その中心に向かうベクトルっていうんですかね、ここの部分っていうのが、序盤出した、
ネクロの位置によってこう角度が決まってくるんで、今回のケースで言えばこれですよね、こう出してるんで中心はここって感じ、こういう風にまあ行くっていうところですね。で、その思惑通りしっかりと中心部分に、まあ、ネクロマンサーはやられちゃったのかな、まあ、1体残ってるか、アーチャークイーンとかが入っていったって感じですね。で、外周残ったところに関してはネクロがそれぞれ外周から回り込んで、こう最後まで全面画面で持っていくと。でね、スーパーアーチャーも今いるかな、まあね、こうそう、こう2体いますね。こういう風に、ね、壁の外からテスラを殴っていくっていう、まあ、もっともっとね、すごいアーチャーの活躍がこの次の動画見れるんで、ぜひ見てほしいんですが、いうことでね、後衛からガンガン抜いていくと、ネクロの残り方も半端ないですね。これだって、あれですよ、マルチインフェルノ3本だったんじゃない、確か。その3本ぐらいのマルチインフェルノをこうね、圧倒的に全開できてしまう、この隆起3式隆起式のね、この、スパジャイネクロがやばいですね。そう、マルチ3本ですよね。こんな簡単にマルチ3本をね、狩猟編成でやるっていう感じよ。まあ、それをやれちゃうのが、タウンフォール12における今のそのネクロマンサーの、まあ、そのスペックのオーバースペックさだと思うし、それを使いこなせている、やっぱこの、まあ、リュウキさんのそのプランニングとアタックの精度っていうのは、ま、すごいですよね。マジでレベルが高いなっていうふうに思います。で、さっき言った失敗のリップでもちょっと見ていきたいと思うんですけども、ですね、これかな、リュウキ2号さんの見ていきたいと思います。でですね、ですね、これ、どういう風にま、攻めていくかっていうところですね。さっき言ったライトニングをどこに落とすのかっていうところ、どの面から、ネクロマンサーとかスパジャイ出していくのかっていうところ、まずちょっと考えていただければと思うんですけども、まあ、大体もうこの形だったらわかりますね。マルチインフェルノとシングルインフェルノがこういう風に配置されてたら、まあ、ここに打つだろうっていうのはもう、皆さんご承知の通りですね。で、アーチャークイーンにもしっかりライトニングを入れてるっていうのが見逃せませんね。ダメージを入れてギリギリまで削るというね、しっかりとそういうライトニングの無駄をしない打ち方ってのもやっぱうまいなっていう、こういうところの細かさですよね、ほんとね。で、スパジャイと、あとネクロマンサーを出す位置はどこかっていうと、ここですね、やっぱり。あ、じゃあこれ今度ゴレか。ゴレで行ったんですね。はいはい、なるほどなるほど。ゴーレムで行きましたね。で、やっぱりでも出す面はここですね。このくの字型で、ベクトルのこの中央部分のベクトルが声がけるような形でやっているっていうことなんですけども、アーチャークイーンがですね、今、シングルインフィールドに向かって行きましたが、この後、イーグル4までの距離がちょっと空いちゃうんですよね。で、こうなったことによって、中央部にネクロマンサーとゴーレムが全然入っていってないんですよ。ウッドランチャーとアーチャークイーンだけになっちゃってるっていうのが、ちょっと多分これがね、誤算だったんじゃないかなっていうふうに思います。そうなってくると、相手のバーバリアンキング、あと、ラバハウンド、さらにはギガテスラですね。これが全部起動してしまって、アーチャークイーンに襲いかかっちゃうんですね。上と下は火力抜群なんですよ。たくさんユニットがいるんで、全然大丈夫そうな感じに見えるんですけども、この中央部分だけ、まあ、イエティが、ウッドランチャーから出てきたので、まあ、それによって、ちょっとね、火力が上がって、まあ、そのイエティがワンチャンタウンホールも殴ってやってくんないかっていうところもあったんじゃないかなと思うんですが、残念ながらここでアーチャークイーンが落ちちゃうんですね。で、こうなってくると、やっぱり、ギガテスラが延々と、スケルトン、あと、ネクロマンサー本体を焼いていってしまうので、これアーチャークイーンと、まあ、多少のね、ネクロマンサーがこう突破できていれば、そのまま、アーチャークイーンが中からこうね、壁外の施設を壊してくれて、ここに大量のネクロマンサーがやられることなく外周ぐるっと回り切って、全開という形になったのはもう見えたと思うんですけども、やっぱりね、ギガテスラがこう残っちゃうと今、ネクロマンサーが4体くらいいましたね。それを、あっという間にもう一瞬で焼き切っていっちゃうので、もうこうされちゃうとやっぱさすがにきついですよね。まあ、ということで、巻き絵じゃないんですけども、なんていうのかな、その、ネクロマンサーとか、ゴーレムとか、または、まあ、スーパージャイアントが、こう、歩いていく道ですよね、ここ。道に、施設があんまりない場合っていうのは、ちょっと、中心部分、そのベクトルの中央に入る、ここですね、中央に入っていくユニット数が少なくなっちゃうので、結果、この中央部隊っていうのがタウンホールを落とす部隊に、この攻めの形上なる、まあ、仕組みになってますから、結果的に落とせなくなってしまって、ギガテスラが、猛威を振るってしまうということが、生じてしまうというところですね。まあ、そこだけ気をつけなきゃいけないと思いますが、まあ見てもらったその通りですよ。ユキさん4回攻めて1回しか見せられない3000回、こんだけマルチインフィルノが多い環境下において、この戦果を出す、スーパーアーチャー、含みのね、この、
スパジャイネクロで、まあ、最後は、ゴレネクロになってましたけども、ゴレネクロ、ボーラゴレネクロかななってましたけども、このスパジャイネクロ、スパ、アーチャーですね。ぜひね、試してみてもらえて、12とかで、もし戦術に悩んでいる方がいらっしゃったら、やっぱり今の環境、このアップデが来たといっても、ネクロマンサー、圧倒的におすすめだと思います。私ね、自分ちょっとね、私よりも、スパーウィズとかを使って編成の方が多分多いので、ポンコツのボンクラとかね、ちょっと出させてもらってるのを見てみると、おそらく皆さんそっちの方を目にされることが多いんじゃないかと思うんですけども、まあ、中路編成はね、うちケイスケさんとか、うまい方がいらっしゃるので、まあ、自分はスパーウィズの方にちょっとね、行こうかなとか思って、いろいろ攻めを使い分けたりもしてるところはありますが、まあ、とにかく本当に、自分は使ってないのがちょっとね、それを、あんまりこう立証できなくて申し訳ないんですけども、まあ、これだけ結果が出せる戦術なんで、ぜひですね、お試しいただければというふうに強く思います。はい、というところでですね、本日はタウンホール12のアタック紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか？これ参考になったよということが、もしありましたらですね、グッドボタン、チャンネル登録してもらったらすごく嬉しく思います。本当励みになりますんで。で、またですね、これからも12、13、14、ないしは11も少し含めながら幅広いタウンホール隊のアタック動画、解説やっていきますので、これからもどうぞご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。